で司祖大善寺はこの少年を見て、これ小になりといえども骨相奇襲、顔つきが違う、普通の子とは違う。そこで、司祖は近づいて聞いた。お前は何という姓か。この物語はここから始まるんですね。何時、いかなる姓なるぞ。に答えています。姓はすなわち、う。わしの姓か。わしの姓は、あるよ。とも読めるし、わしの姓は、うというよ。存在というよ。これは普通の姓とは違うよと言った。そういうわけ。これ、何の姓ぞ。もう一遍聞いた。何だって、何という姓だって聞いたら、聞き答えているわ。これ、仏性という姓だよ。まあ、煮ても焼いても食えないことですね。仏性の性、これは姓と読む。それから、女辺の姓、女子字ですね。両方とも性と読み、姓と読む。そこで、わしは仏性という姓だよと言った。そこで、師匠が言った。何時無仏性。まあ、名優と名優の問答みたいですね。ちょっとしゃれて、私の名前は仏性と言いますよって言ったら、何時無仏性って言って跳ねつけたんです。って答えています。仏性空なる家に、家に無というか、仏性空であるから、それで、無仏性と言ったのか。そこで師匠は、この少年が放棄であることを知り、自分の寺社にした。後に消防現像を付属して大梅東山におらしめた。彼は大いに旋風を振るった。さて、この物語はよく知られた話ですけども、道元さんはこれを掘り下げていくわけですね。しかあれば、すなわち年の同士を探求するに、これら始祖五祖の言葉をよくよく考えてみるのに、始祖はこう言った。何時何の姓ぞ。そこに深い意味がある。昔は何国の人、何という姓、何時の姓は何というかというふうに聞いたものだ。人にはそれぞれ姓がある。人にはそれぞれ生まれた国がある。だからお前の姓は何というか。例えば、我もまた如是、何時もまた如是というようなものだ。これは如是、如是というのは如というのは絶対ですね。絶対的な存在。これを如という。その絶対的なものは、こういうものだというふうに限定することができない。でも限定しなければ、この世に存在するものにはならない。そこで、しこれ。し中国でしこれ。これと言ったときはもうすでに如ではない。如というのは、形を限定できないものを如と言うんです。これは絶対。絶対は目に見えるものにはならない。しかし人間は目に見えるものでなければその存在がわからない。そこで、この何々というふうに限定する。これを是という。ですから、如是、如是。タタ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 というのが妙ですけども、タタ何々、タタ何々、何々のような、何々のような、何々のようなと言わなければ、何々というものは限定できないんですよね。人間の世界というのはそうなんですよね。名前は何だ。本来名前というものはない。それは名前を便宜上つける。つけるとそれがもう死ぬまでついて回る。
でもその名前が出てくる前の存在があるわけで、それを如という。で、それひっくるめて如是という。だから、我も如是、何時も如是と言われる。五祖曰く、生はすなわち、う、これ情勢にあらずと答えた。いわゆる、う、即、生、生は情勢にあらず。ここで言う、うが生であるというのは普通の生とは違う。うというのでは、まともな生にはならない。そこで師祖が言った。死か生。これ何の生ぞ。これは一体何のことだ。それは何だ。もう一遍聞いた。この時のかっていう。かっていうのはこれを指している。かはぜなり。かはこれを指している。ぜをかしきたれる。ぜをかと問うている。それが生というものだ。ぜというものは、ここではこのぜが絶対になり、かが相対になっている。さっきは、女が絶対で、ぜが相対だった。今度は、その、ぜが絶対になって、かが相対になっている。で、かならしむるは、ぜのゆえなり。何のせいだと問わしめたのは、それは、ぜのせいである。しかし、ぜをして、ぜたらしめるのは、かの働きである。この全体が手で、その中に歯がいくつもいくつもある。お前の手は何だってワッと聞いた。そのワッとが一つ一つの存在。それが全部集まって、ぜというものになる。さっきは同じですけど、この一つの全体が妙で、で、その中の一つ一つ、これが死、死、みんなこれ一つ一つ。同じ形なんです、これね。だから、ここでは、女イコール女なんです。同じことを言ってるんですよね。で、この絶対的な、女というものを絶対ならしめているのは、かの働きだ。一人一人の名前を持った、一人一人の働きがあるから、ぜというものがぜであるのだ。正義はぜなりかなり。だから、人の名前というものは、それは絶対であり通りに相対である。ぜであり、かである。これを、よもぎゆにも転ず、砂糖にも転ず、過剰の左半ともするなり。この絶対と相対の関係は、相対があるから絶対がある。で、絶対を絶対ならしめているのは相対の働きだ。で、このことが日常生活のよもぎの湯を入れたり、砂糖を飲んだり、飯を食ったりという日常生活の中に生きている。五祖は言った。死に仏性。これは仏性でありますと答えた。それはどういう意味か。ここで死、これはと言ったのは、これは仏性のことだ。かのゆえに仏なるなり。かであるから仏なのだ。これはかの性のみに死。修習しきたらんや、かの、性だけでは極め尽くせないのだと。ぜの世界は、かの性だけでは極め尽くせないのだと。ぜはすでに、不ぜの時、仏性なり。ぜが、ぜでない時、それを仏性と言う。しかあれば、すなわち、ぜは、かであり、仏であると言っても、それはもう、ぜから脱落し、到達しているが、それでも、やはり、正義は正義なのだ。
ちょっと優しく言いたいんですけども、道元さんがこういうふうに言ってるんだから仕方がないよね。生と言った時にはもうそれは是とは違うもんだ。しかしそれは是から脱落し到達しているんだからそれでいいんだけれども、それでもやっぱりそれは生なのだから生から逃げ出すことはできない。そこでその生は何ぞといえば、それは衆という生だ。衆氏の娘の腹に生まれたんです。この厳然たる事実はどうすることもできない。だからこの人は死ぬまで衆氏と呼ばれる。でも本来は衆であろうが義であろうがそんなことは問題にしてないんだけども、けれどもやはり衆という名前からは逃げられない。しかしまた繰り返して言うが、それは父に受けたものでもなし、祖先から受けたものでもなし、母親に似ているからでもない。傍観に政権ならんや、肩を並べるようなものがない、絶対そのものだ。死と言わき、何時無物証と言った。そこで無物証と言ったのは、何時は誰にあらず何時に一人すれどもというのは、お前が誰であろうとそれはお前に任すと。そりゃそうだよね。お前が衆であろうとどうであろうと、お前が衆なら衆はそれでよい。しかし無物証なりと、名前は衆であろうけれどもお前は無物証なのだよと言ったのだ。知るべし学すべし、今はいかなる時節にして無物証なるぞ。じゃあ今いかなる時節だから無物証と言ったのか、仏塔にして無物証となるか、仏様という最高の位にいるのを指して無物証とするのか、それとも仏様になろうとしているところを見て無物証というのか、失痛を必足することなかれ。物証というものは四方八方に行き渡っているのだから、それを塞いだり探したりするな。発達を模索することなかれ探すな。失痛を必足することなかれ塞ぐな。風通しよくしなさい。無物証は一時の三昧なりと集中することもあり、物証が成仏したとき無物証であるのか、物証が発進したとき無物証であるのかと問うてみよ。路中をして問わしめよ。路中にも問うてみよ。物証無物証であるかと聞いてみよ。ここをどのように理解するかと言いますと、何時無物証と言ったときに、何時に物証なしと言ったら、ここで全部ストップしてしまう。だから、禅の世界では何時に物証なしとは読まないんだよ。何時無物証、何時無物証と言われたら、それは中国語は物証なしとも読むし、無である物証とも読むし、無物証という一つの言葉でもあるわけだよ。分かりやすく言えば、無である物証と読むのが一番正しいと思う。物証という時には物証があるかないかっていうのは、それは人間の消息で、物証そのものから言えばあろうとなかろうと物証は厳然としてあるんだから、お前は無物証だよってこう言ってくれたんでありがとうって言えるよね。それをなんで私は無物証ですかと言った途端にもう物証から離れてしまう。だから無物証と言われりゃそれでもよしね、アホと言われりゃそれでもよし、どんなに言われても物証は物証そのものだから。仏教では無心というのはいい世界だと言うけど、普通の世界では無心というとお小遣いをせびることだ。そのお小遣いせびることを無心というふうに考えている我々は
もう無心という世界を引きずり下ろしちゃったんです。しかし禅の世界で無心といえば、それは最高の境地です。だからここから考えても、心がないと読んだらじゃあダメなんです。それは無心と読まなきゃいけない。無念という言葉がありますね。その無念というのを、念がないと読み始めると無念という消息から離れてしまう。無念という時は無念だけ、無念だったら無念だけ、そうすると無道なんてのが出てきたらどうしますかね。無道なやつだって。それだって道がないんだから、道が、我々が言うこうでなくちゃならないという道がないんだから、すっごい世界にいるわけだよ。それは無道という世界にいるんだ。まあこんなになってきますと、私たちはなかなかそのでこれせいという世界の中のこれ正義じゃなくて正義だけに引っかかっちゃってる。尿でという時の尿の方に行かないで、でばっかりに引っかかっちゃってる。だからそこのとこは尿でって言わなくちゃいけない。尿でか正義しか正義し絶対か相対、非絶対、正相対。それでやっぱり道元さんは、そうは言っても正からは逃げられないよ、だから衆という名前が付きまとうのだよ、というとおりで、またここには書いてありませんけども、そうは言ってもその正の上に税という世界があるんだぞってまた言うでしょうね。この深夜の表紙に行ったミン・ブーフォンというお嬢さんは、僕の直感では明治28年10月8日日本人に惨殺された、韓国の皇后様と同じ血筋の子だと思うんですよね。こんな顔なかなかいないですよ。彼女はミン・ブーフォンって言うんだ。それでチョン先生に私が、あの子はミン・ブーフォンというそうですねって聞いた。あ、ミン・ブーフォン、彼女はいつでも静かです。これがチョン先生の秘境。僕はその秘境を聞いた時、もう実に見事に彼女を見ていると思いましたね。いつも静かです。だから興奮しない、本当にいつもこの人静かなんです。で、この間彼女から私のところに手紙が来ました。その手紙、もう最初から最後までハングルで書いて、他の女の子は私に手紙書くときに英文で書いてる。ですから何を言ってるかすぐ分かるんですよ。彼女は新聞官本一つも分かんないですよ。彼女は自分が韓国人であり、ミン・ブーフォンであること一歩も譲らないんですよ。英語書けないわけじゃないんだよ。書かないんだよ。それで僕はその返事に英語で書けって書いたんですけど、英語で書け、あんな字書かれたんじゃあなたが何を言ってるか私には分からない。だから自分は相手に知らさなきゃいけないから、英語を書くのは嫌だろうけど英語で書け、この次英語で書いてくるか、それともまたハングルで来るかね。またハングルで来るじゃないのかね。彼女はやっぱりね、プライドを持ってますよ。朝鮮半島では民という一族は、その辺にいる李とか金とかいうのとは違うんですよね。本当に違うと思う。だから北朝鮮政府は、北朝鮮から日本へ亡命した民という名前の兵隊さん一人を引き渡せと言ってる。兵隊一人どうするんですかね。なもんどうでもいいじゃないと思うけど、李という姓の兵隊が日本に亡命したことは許せないのね。民アレルギーというのがあるじゃないですか。この子は死ぬまで民という自分の名前から逃れられませんよね。どうしてこんなうちに生まれたと思うか、それともこんなうちに生まれてよかったと思うか、多分半分半分でしょうね。皆さんだって同じだよね。僕は昨日という家系に生まれたことを自分の誇りに思ってますけど、
嫌だと思い出したらこれ嫌だよね。日本の古い歴史をこう調べていると、愛の討伐に行った将軍の名前九です。朝鮮半島に遠征していった部隊の将軍の名前九です。その九州はどこから来たか、朝鮮半島から来てる。だからそういう血が自分の中に流れているということは、これは考えたら大変なことだよね。でもそこから逃れることはできないですね。でも、木野であり石であり鈴木であり中村であるという性のそれを飛び越えて、もっと大きな人間という存在があり、その人間というその地位という世界を飛び越えて、妙という仏様の世界がある。その仏様の世界を無仏性なんて呼んだりするんですね。そこが面白いよね。こう固定的に、女である女である女であるって最後まで追ってくるんじゃなくて、無仏性なんて言葉でポーンと突き放したりする、そこが面白い。まあ逆に言えば、自分が悟りを開いたなんて偉そうなことを言ったって、お前は人間だぞ、人間の弱さっていうのは自分持っているんだぞ、そこを反省しろって言われているのかもしれませんね。おしまいから3行目。しかあればすなわち無仏性の道、はるかに始祖の質問より聞こえるものなり。仏教で無仏性という世界が、無仏性という言葉が言われたのは、はるか始祖大善寺のところに始まる。そのことは大梅山でも聞こえ、上州にも流れ、大伊山にも、雇用されている。無仏性という言葉必ず精進すべきである。始祖することなかれ、ぐずぐずするな、ぐずぐずするな。無仏性をたどりぬべしといえども、これは多少分かりにくい日本語ですが、無仏性の系譜をたどることはできないといえどもというふうにも読めますし、形に表すことができないといえどもかという標準がある。序何時という時節がある。しこれというチャンスがある。衆という同じ性がある。だからまっしぐらに直視赴いて問え。ごとは言った、仏性空なる家に、家に無というと言った。明らかに同出はっきり言っている。空は無ではない。仏性空というから、仏性空というときは半銀と言わず、八両と言わず、あれこれ言わず、無というのだ。空であるから空というのではない、無であるから無というのではない。仏性空なるゆえに無というのだ。だから無の変遷は空を同種する目印である。空は無を同種する力量である。空と無とは切っても切れない関係にあると言っている。そこで言っている空は四季即是空の空ではない。四季即是空というときは、四季を物質的存在を引いて空としているのではない。空を分かって分析して、そこに物質的存在を作り出しているのではない。空で空という時の空なのだ。空で空という時の空は空理一変的なり、空でありながらその中に絶対的な存在があるということです。あればすなわち仏性無というとき、仏性空というとき、仏性無というとき、始祖、御祖、門主、道主、問いかつ答えている。始祖や御祖があるいは仏性無といい、あるいは仏性空といい、あるいは仏性無といいいうふうに
問いかつ答えているのです。今日の問題は絶対と相対という問題を取り上げているんだと思いますね。そして、相対的なものがあるから絶対的なものがあるのであり、絶対的なものは相対的なものを経由しなければ絶対的なものはつかめない。絶対的なものを表現する相対的なものなのだから、絶対と相対とは一つのものだ。それは、あるいはこれといい、あるいは無といい、あるいは性といい、さまざまに表現するけども、それはすべて絶対と相対という関係だ。そして絶対即相対という世界なのです。しかしそうは言ってもやはり人間は相対である。例えば衆という性から離れることはできない。衆という名前があるから、そこにさまざまなものが集まってくるんですよね。我々は私たちという生活があるから、そこにさまざまな人間が集まってくるんですよ。集まる起源になるのは何だったら、お互いに絶対的なものがあるという考えに立つと、そうすると今まで無縁だったものがみんな結びついてくる。相対的なものが結びついて絶対的になるんだから、絶対の立場に立ったら相対的なものが全部集まってくるに決まっているんで、皆さんがこの世の中で不思議なことがいっぱいあるなと思い出したら、次から次へその不思議なものがくっついてくる。くっついてくるのが本当なんですよね。それくっついてこないとしたら、それは絶対というものを考えないで自分の名前だけで生きてるからね。名前が一つつくのにもさまざまな因縁があるんだから、やっぱりつかにはいかんよね。いかなる性ぞ、What's your name? 名前は何ですか?言うと、私は何ていう名前です。え?じゃああなたの親戚にこういう人いませんか?あ、その人おじさんです。え?こうやって始まっていくんです。これ最初に名前は何ですかっていうのを聞かなかったら、絶対そんなこと起きないんで。だから聞かなきゃ嘘だよ。だからといって名前は一時の不調だから、別にその名前にこだわることはないんですけど、こだわらないとね、わかんないもんね。まあ、皆さんはいろんな名前を持ってこの世に生まれてきたんですから、その生まれてきた因縁というものをよくよく考えて、それは誠意ですよね。その誠意を頼りにして、真っていう、これっていうね、絶対的な世界に入ってる。そこに入れたら、真というのも実は妙という、もっとでっかい絶対の一部分だから、あ、俺が考えた絶対ってのは小さかったなーって、今度は尿というところへ行くわけだ。尿というところへ行ったらもう何もこうなくなってしまう。それも偉いも賢いも賢くないも、じいさんもばあさんも若いも関係なくなっちゃう。そうすると面白くないから、また戻ってくるんですよね。また名前のところへちょっとこう戻ってきたくなる。そこが人間の面白いところやね。めんどくさい人は、その尿って一言言っちゃっておしまいにしちゃうんですよね。皆さんはどの辺でしょうかね。じゃあ今日はこれでおしまいします。どうも。